ちゃっ、こんにちは。はい、さゆたかさん。何でしょう。オープン戦がいろいろ行われ、オープン戦の間にもいろんな名目の試合が行われて。名目、はい、巨人はあの台湾に行ったりとか。ああ、行ったな。はい、そうです、そうです。素晴らしい球場を作ったね、台湾ね。そうですよね、はいはい、あのロメス選手だったりとかが、ね、なー、ホークス立ってっていうのもありましたけれども、はい、まあ、そんな中各チームがね、はい、今あのオープン戦で戦っていますが、そんな中ちょっと心配なのが。何が心配。阪神、はい、本当は今日予定されていた楽天とのオープン戦が雨で中止となって、はい、現在5連敗中と。いいんじゃないのということで、やっぱり阪神なので去年のやっぱりディフェンディングチャンピオンであり、はい、日本一、はい、それがオープン戦でちょっとなかなか解消できないっていう。まあメンバー変えてるからね、まあ、途中からね。確かに、うん、で打たれてるピッチャーっていうのは石井が打たれ、及川が打たれっていう、及川どうそうです、ね、ちょっと限定されてるんだよね、打たれてるピッチャーが、はい、5連敗心配か。俺はね、やっぱいい野球やるなと思うのは、はい、ノーアウト1、2塁で、ね、近本に回ってきて、うん、はい、で内野が下がってるの分かってて、うん、強引に引っ張り行って、セカンドランナーをサードに送り、まあ、サードランナーはホームに入ると、はい、で、美恵ちゃんが犠牲フライでとか、そうです、ああいう攻撃を見てると何の心配もないし、はい、で、森下が一時期ちょっと心配動画とかいろいろ上げてたけども、はい、まあ、森下と話をしてちょっと意識づけをしただけで、まあ、それほど大きく変えようというふうな気持ちはなかったと、はい、でも最初のうち、まあ、そうでもなかったんだけど、ここに来て調子がぐっと上がってきてるし、はい、まあ、里輝っていうのはもうずっと言ってるように今年はやるって、もうそう考えると何の心配もいらないよね。がなかなか調子上がってなかったのが日本ハム戦で、いや、ちょっと、ね、はい、結果が出始めたからね、うん、だから、まあ、ちょっと大山が遅れてるなっていうぐらいで、何が心配するの。確かにあの、まあ、近本選手、三重選手のあの打席に関しては相手の新庄監督が、はい、まさにあれがやっぱりうちの選手にも見てほしいプレーだっていうのも言っててくらい、やっぱりそのね、阪神のあれが強さなんだっていうふうにおっしゃってた通り、だからこの打席で何をやればいいかっていうのをすごく分かってる選手たちがすごく多くて、だから全く心配じゃないし、はい、で岡田監督も勝つ気を持って別に今はやってないよね、まあ、ここのその調整をの仕方、はい、まあ、代打を用意してる選手には1打席1打席こう代打で使っていってみたりだとか、はい、いろいろ試しをしてるし、だから何ら心配がないんだよ俺はね。確かに、まあ、だから5連敗はどうしたのみたいな、うん、オープン戦だから、まあ、そう、でもオープン戦も一応順位が出たりとか個人成績出るので、はい、やっぱりファンとしても気になってしまうし、で逆に阪神に連勝したってなるとうち今年いけるんじゃないかってやっぱファンは思う。まあまあその材料は相手にとってはいい材料かもわからないけども、阪神にとってみればこういう課題が見つかった、こういう課題が見つかった、ああもうちょっとこういう修正点をした方がいいかなとか、負けることによって学んでるっていうこともあるし、はい、やっぱり今競争してるよね、はい、その誰をベンチに入れるのか、一軍ベンチは誰をスタートにしてやるのかとか、うん、若手も試しながら、だからもうそういう意味では5連敗しながらもう収穫はものすごくある、うん、オープン戦は過ごしてるかなという、うん、ただまあ負けるとね、そうです、まあ、気分的には悪い、あの良くはないよ、うん、でも焦りは全くないと思う。じゃあバッター陣、野手陣もシーズンに入れば、まあ、開幕からもうちょっとこう、なんて言うんでしょうね、いや、スイッチが変わるときはある、まあ、オープン戦残り5試合ぐらいからスイッチが変わってくると思うよ、まあ、その時に例えば5連敗とかしたとか、うん、そうなってくると心配だけども、うん、だから最初なんか勝つ気ないんだって、試してる、いろんなこと試してる、いろんなことを試しながら、打順もいろんなことを試しながら、うん、ちょっとやったりだとか、うん、まあ、競争させたり、刺激を与えたり、まあ、そういうことをしてるから、俺は逆にいいよ、あ、やっぱしっかりした戦い方、レギュラー陣が出てるときにね、はい、ただ若手が、やっぱちょっと不満なのは、うん、まあ、岡田監督も言ってるように、とにかくヒットを欲しがるとか。はい、結果を欲しがったバッティングをしていると、例えばの話を、ノーアウト満塁でシャウニムにヒットを打ちに行くと、はい、いやそうじゃなくてゲッツーを防ぐためにどういうバッティングをするのかとか、うん、でゲッツーの間に1点をどうやって取るのかとか、そういう貢献度が欲しいのに結果が欲しいんだろうなっていう話はしてる。だからレギュラー陣の思考と機械の思考と、まあ、ちょっとやっぱ競い合ってる関係上違ってくるよね、はい、
それがうまくいってないだけで、まあ、例えばその普通の試合になってレギュラーシーズンに入る、まあ、そうなったら思考は多分一緒になってくると思う、はい、ここで何をすべきかっていう、うん、まあ、大人のチームだからさ、うん、なんだ心配ないけどね。そうなんですね。なんか不安そうだな。いや確かに、まあ、あの日本ハムの試合も、はい、まあ、あの1番に森下選手を置いて3番近本選手で、やっぱりそのね、森下選手一番に置いたのはその代表として行くために一つでも多く打席を積ませたいっていうのも、いや あるよ、中野も使わなきゃいけないしなとか言ってたから、うん、はい、岡田監督はね、うん、で代表もあるし、はい、だからやっぱ調整させてやらないといかんしって、まあ、そういう思いも親心もありながらの戦いだから、うん、まず勝とうなんていうのはあんまり思ってないよね。確かに結果的には負けてるけど、うん、まあ、だけどそれは負けた原因っていうのはしっかり分かってるし、うん、じゃあこういうところでこう使わないよみたいな、はい、そんな感じになってくるから、まあ、それだけ豊富にいるしね、ピッチャーも。そうでピッチャーなんですけれども、はい、例えばあの及川投手が、まあ、打ち込まれて失点してと、でそれに関してその記事に出てたのがやっぱそのモーションそのクイックだったりとか、うん、そのブルペンで気持ちよく投げてたらそれはいい球いくし、だけどやっぱモーションとか変わると崩れていくっていう話をされている。だから課題が見つかっていいんだよそういうことか。だからいいじゃん、それはね、何もかも完璧で、はい、よし勝ったからよし、ね、手放しで喜ぶとか、うん、まあ、そういうことはしない時期だし、はい、そういうところを修正点として見つけ出してまた調整させるという、まあ、そういう繰り返しなんだよね、オープン戦って、はい、だからそうだな、やるべきことはみんなしっかりやってるよねと俺は思うけど、あとそのキャッチャーがやっぱり変わって、はい、ピッチャーのもう崩れていったっていう話をしておっしゃっていて、はい、その例えば若手のピッチャーに対する奮起というかそのあたりは岡田監督ってどういうふうに考えてるんですか。あ、やっぱりなんていうんだろうな、まあ、競争してる中で、はい、ベンチ入りを目指してるわけでしょ、はい、若手なんていうのはその中でやっぱそういうプレッシャーに勝てないと、まあ、相手にも勝てないよねっていう、うん、まあ、そんな感じだと思うし、だけどやっぱ門別はいいしな、あ、門別としてはいそうですよね。そうだろう、はい、また新たに出てきてるしさ、はい、心配いや俺確かに言われるとそうだ、そうでしょ、だからな、まあ、心配事っていうのは、まあ、勝敗ということを見る限りでは心配かもわからないけども内容的には全然大人だよね。でバッター野手陣にもう一回戻っちゃうんですけど、まあ、三重ちゃんも頑張ってますしノイジーがちょっと遅れてるっていう感じもありますけれども、はい、そうなってくると野手陣に関してじゃあどうしようとかその心配事っていうのは特に、まあ、前川がいるし、はい、まあ、野口とかね井上っていうのはまあファームに行ったけども、うん、でもそれは予備軍としてまた調整して虎視眈々と狙う、まあ、そういうこともできてるし、うん、ただその2人っていうのはやっぱレギュラーとの差がちょっと大きくなっちゃったよね、はい、雰囲気的に。で前川っていうのがいる、森下がいる、うん、まあ、何がいいの何がいいでももうちょっと突き上げが岡田監督が欲しかったのかな、まあ、そうだな、うん、そういう意味では突き上げという意味ではちょっと物足りないっていうところはちょっと感じてるよね、うん、だからその若手も使うけどまだね芳しい結果が出てる人間っていうのはそんなにいないよね。そうです、ね、だからまあそこら辺が不満なんじゃないの。あ、確かに、うんうん、だから、まあ、そこら辺がねその、まあ、レギュラーは調整でいいと思うんだけども、うん、若手がねどう考えて野球をやるかだよ。結果だけじゃなくて内容だよね、うん、これがチームに貢献度がどのぐらいあるのかっていう内容を見てるから、だから若手も少し考え方を変えて取り組んだ方がいいかもわからないね。やっぱ勝つチームってやっぱそうなんだよね、うん、一つのボンドが有効打になってくるし、はい、あのボンドが効いてたなっていうことになるし、うん、だからそういうことを考えてたら野球っていうのは楽しくなるし楽になる、うん、だから阿部監督も必死に非常なぐらいに秋広に言うじゃない言いますね。いや、まあ、岡田監督はあそこまでは言わないけども、はい、やっぱ同じような考え方をしているということだよね、うん、成長を促すっていうことですよね。そうそうそう、で考えを促すという、うん、で野球っていうのはそれはやっぱりね10割打たれはねそれはレギュラーだよ、うん、でも2割5分でも使いたくなる選手っていうのはどういう選手かっていうのを少し考えてほしいなっていうふうに、うん、多分思ってるはずだよね。そうですね、あとファンはやっぱり不安だったのは3月3日 の日本ハムの2戦目の時に、はい、あの点差でありながら逆転負けをしたっていうところで、はい、大丈夫かなとかちょっと不安になっちゃう。ああいうところでああいうピッチャー投げないってことだよね。まあまあそうかいやちゃんといるからだからそれは失点しないようにするっていうね、うん、だからまあ阪神はどちらかというと先行逃げ
逃げ切りのライブだから、はい、それは用意周到に中継ぎも枚数揃えてるだろうし、まあ、抑えにはゲラというね、はい、まあ、おそらく投手を使ってくると思うけども、やっぱりそこら辺見ても、まあ、順調には来てる選手がたくさんいるかなっていう、はい、ただやっぱこう競わしてる選手たちがちょっと思わしい結果が出てないという、まあ、例えば及川だとかね、はい、まあ、そういう人間というのが少しこう、まあ、一心もそうかな、うん、まあ、ちょっと失点が、ね、あるということで、まあ、これは当落線上から落ちちゃうっていうことだよね。そうですね、いっぱいいるだけに。だって岩佐だ岩崎とか、はい、ちゃんとした確固たる成績を持った人間もちゃんといるし、はい、だからその人たちが残り5試合ぐらいで打ち込まれたとか、うん、そしたら不安だよ、うん、あちょっと大丈夫かなっていう、うん、じゃあこれをこうするかとかああするかっていうプランが変わってくるけども、はい、今プランが変わるほど5連敗はしてるけど、はい、全くそういうことはない。大丈夫大丈夫だよ。今年も今年やっぱりこう俺は優勝候補の筆頭だよね。そっか、そうなんですね、うん、やっぱ筆頭だよ。だからそのオープン戦を岡田監督はいろんなことを試したいっていうことに使っているっていうふうに。まだそうだよ。そうですよね、試したりだとか走らせてみたりだとか、うん、エンドランをかけてみたりだとか、うん、まあ、代打を1打席ずつ与えてみたりだとか、はい、いろんな試しをしてるから余裕があるんだよ、うん、まあ、そうですよね、余裕があるよ。岡田監督ですもんね。ただそのね、若手をこうベテランからベテランというかレギュラーをこう外してどんどん若手を使い後半にね、はい、使ってからの逆転というのは若手何やってんだっていうような、うん、まあ、そういう思いではあるかもわからないけども、うん、でもレギュラー陣がしっかりこう9人を出てしっかりした系統を見せるとこれはやっぱ強いと思うよ阪神。まあ、巨人の阿部監督は3月19日東京ドームに戻ってきたロッテ戦から固めて行くとおっしゃっていて、ね、じゃあ岡田監督もやっぱり残り5試合ぐらいからはもうレギュラーというかスタメンの選手をほぼ起用で戦っていく、そこでっていうことですか。まあ、そうだね。だからまあもう少しもう少しっていうかもうそろそろローテーションピッチャーが5イニング、はい、もしくは6イニングぐらい投げていく来るよ、うん、100球ぐらい、まあ、そうなってくるとやっぱ阪神は強くなってくるよね。だから今の結果ではなくて残り5試合のところでそうだ結果を見てほしいと。じゃあ他の球団もそうってことですよね。他の球団は、うん、まあ、例えば目標としたら勝ち癖とかあるんだよね、はい、だからまあ新庄監督なんかは今年はもう勝負の年だという、うん、だからもう容赦なく勝ちに行くっていう、うん、だからそういう勝ち癖っていうのをつけるために、まあ、例えばそのシャニムに勝ちに行ったりだとか、はい、勝ってる試合を落とさないようなプランを立ててオープン戦をやると思うしね。だから各球団で思いは違うんだよね、うん、だからまあ阿部監督もどちらかというと勝ちにこだわるようなそういう采配を見せてるし、はい、で立浪監督は、まあ、とにかく今年のプランだ、中島をどこで差し込んだりだとかそういうプランを考えながら戦ってる、はい、そういう場に慣らしておくというかさ、うん、だから各球団見てるとやっぱ思惑は全然違うんだよね。面白いですね見てる、うん、だから広島なんていうのはやっぱ4番、はい、これを誰にするかっていうのを探りながら戦ってるし、それと適正な打順ってどうだろうっていうのをもう一度洗い直してるよね。だから小園なんかは3番打ったり5番打ったりだとかさ、いろいろ変えてるけども、うん、まあ、だけどそういう球団によってチームによってやっぱ戦い方っていうのはやっぱ違う、うん、まあ、DeNA でもそうだよね。だからオースティン3番入れたりとか2番入れたりだとか、うん、まあファースト入れたりだとか外野入れたりだとかいろいろ試しをしてるけども、まあ、各球団違うから、はい、で岡田監督はまず今はまだ勝たなくても別にいいっていう、うん、そうですね、安心しなさい。シーズンで勝てばいいですもんね最後でも阪神5連敗とかなんかこう大阪の方では新聞の一面飾るんだろうなきっとそれ5連敗って今年大丈夫かみたいな、うん、ね、まだまだ全然これからだから全然大丈夫。そうですね、ここから後半に向けてのところでちょっとね、うん、まあそうだね、見ていきたい。ただ残り試合5試合ぐらいで5連敗したって言ったら、うん、これはちょっと不吉だけどね。そうですよね、はい、